はい、皆さん、こんにちは。鳥取キングダムです。今日も現金逆付きやっていきましょう。ということで、えー、相変わらずのアップデート後に、えー、徹夜で、本日12月31日の朝7時23分でございます。えー、いつもですね、熟成向けにこの時間は、えー、まあ、徹夜検証等々の動画を上げるんですけども、ちょっとですね、ある問題について急遽動画を回しております。はい。 っていうのはで,す、ねあで、今もう、えー、と朝早くて嫁も子供も寝てるので、まあ、あまり大きな声が出せないということで、えー、ちょっとこの程度のテンションで失礼します。はいえー、でですね、まあ、大問題が起きております。えー、何かというとアクセサリーです。 こちら、えー、金のアクセサリーが導入されたということで、まあ、皆様も周回されていることだと思います、えー、がですね、ちょっと異変が起きております。はい、えぇ、ー、何かというと、例えばですね、えっ、ー、と、まぁ、あ、これ3つステータスが乗るから金っていうのは素晴らしいんですけども、まあ、どうやら3つじゃなくて2個の時もあると、えー。で、場合によっては1つの時もあるのかな。はい、えー、で、 そんなことはどうでもいいんですよ。まあどうでもよくはないです。まあそもそも金のアクセサリーの意味って何ってなったらステータスが3つ乗るっていうことがやっぱり大きなポイントなわけでこれがまあ、えー、2つの時もある1つの時もある、えー、っていうのは えー、まあこれも大きなポイントですよね。まあでも今までもシルバーもこういうふうに、えー、1つの時もあれば2つの時もあるということなのでまあそれは多分こういう仕様なんだと思います。なのでまあなんとか3つ綺麗に乗るというとんでもない確率を狙っていかなきゃいけないなというところなんですがまあそんなことはどうでもいい、えー。そんなことよりも見てください。これ B がキープ力プラス48なんですよ。 これはどういうことかっていうと、えー、なぜか知らないんですけど、金のアクセサリーだけステータスが爆下がりしています。例えば、えー、同じ B で見るとこれ、ブロンズアクセサリーのキープ B はプラス110なんですよ。初期で。ところが、こちら、金のアクセサリーは48ということで、 半分よりももっと低い。非常に激弱。つまり B2 つ乗せてるこの金よりも、こっちのブロンズのアクセサリー1個の B の方が強いんですよ。どういうことですかこれ。で、それだけじゃないですね。例えば、全部です。全部。これ。 これシュートが B と E と C のパスカットが乗ってるんですけどこれ全部足してもブロンズのアクセサリーの A1 つ分よりも弱いんですよこれ全部足してもえ88と112ですよね112112ですよね あちょっと A 単体がないのかな A 単体ないかなあったはい130なんですよ普通 A ってなんで金のアクセサリーで3つ乗せてこんなに乗せてもまあブロンズやシルバーのステータスの A1 つにも及ばないっていう、えー、ちょっとこれ大問題ですよ で、これがもうそういう仕様ですと。金はステータス低いんですと。まあ、意味不明ですけど、もしそういうことなのであれば、それはそれでいいですよ。しょうがないんで。でだったら、もうここは周回しません。えっ、ー、と、うん。別に3つ乗せて、わざわざえ難しい確率の3つで戦ったところで、えー、これ、大して上がりもしないんで。 こういう仕様なんだっていうことであれば、えー、わざわざ GB を溶かして、ここを回していく時間とお金をかけて周回していく必要は全くないかなというふうに思います。まあもちろん単体でも強いですよ、この。ドリブル20重丸がついてるんで、このチューアップはすごく強いですよ。すごく強いですけども、ここがちょっとあまりにも衝撃的なんで。で、これが仕様なのか。 まあ、はたまた不具合なのか。まあ、普通に考えたら不具合だと思うんですよ。不具合。不具合じゃなきゃおかしいですよね。はい。不具合だと思うんですけど、どうなんでしょうね。まあ、これが仕様なのか。えー、で、それをですね、まあ、先ほど運営さんに問い合わせを、えー、入れました。はい。 で内容としては、まあ、一応ツイッターの方にも、えー、出させていただいて、まあ、少しでも、えーで、運営さんが今ですね、えー、年末年始のお休みに入られているということで、えー、26日から1月のいつだったかな、6日か4日か忘れましたけど、まあ、結構長い間、その間まで、えー、緊急を、おえっ、ー、と、なんだっけな、まあ、その連絡、えー、お知らせによると、その ーと時間を使って調べなきゃいけないような内容に関しては、えー、その間はちょっとご返答できませんよみたいなお知らせが来てますよねただしセガサポート自体は、えー、年中無休365日運営していますということなので、えー おそらく必ず返答をくださると思いますが、まあ、少しでも、えー、セガさんの目に入って、えー、いただいて早く返答いただかないと困るということで、えー、ツイッターにも上げさせていただきました上へ、えー、連絡入れましたいつもお世話になりますと年末年始ですが早急に返答をお願いしたいですということですね、えー、昨年あ昨日からスタートしたワールドツアーのベリーハードで新登場した金アクセサリーのステータスについてです、えー、お知らせの画像とも大きくん違う どこからだあれステータスが低いですっていう部分があ消えちゃってる。あ、すいません。これちょっと正しくないな。あ、ちょっとこれ、ツイッターに上げるときに1、2行削れちゃってますね。そうそう、入らなかったからちょっと2、3行削ったんだ。すいません。これ、うん、まあ、この間にですね、要は、えっ、ー、と、ステータス。 が、他のアクセサリーと比べて、ブロンズやシルバーと比べて大きく変わってますよということで入れております。はいで、えー その内容っていうのはお知らせの画像と,とも大きく異なりますよと。で、こちらはそういう仕様なのか、それとも不具合なのか教えていただきたいですと。修正の対応などは年明け以降のアップデートなどでも結構ですが、そうですよね。まあ、だから修正が、えー、今お休みだからできませんよということであれば、それは別に構わないと思うんですよ。僕だけじゃなくて、ほとんどの人が。まあ別にその、ね、年末年始に、えー、アクセサリーの数値が間違ってる程度で、えー、どうこうということはないんで、それはまあ仕方ないと。えー、なんですけども、 えー、こちらの仕様がもし不具合じゃなくて今のものが正しいということであれば、えー、本日からの集会場所が大きく変わりますとですよね、えー、正直 D ローで回ってる方がよっぽどいいかなって思っちゃったりするんで はいで1週間以上課金して集会をするためここが不具合かどうか大きな問題となりますと,、はいえー、とまあ、毎日 1000GB とかしてやっていくっていうのは僕だけじゃなく、えー、かなりガチでプラチナにいるオーナーさんだったらこの金のアクセサリーをガチで回すかどうかっていうのはものすごく、えー、大事なところだと思うのでまあえー、なるべく早くこれは返答いただきたいですということですね。はい で、まあ、一応不具合かどうかだけでもお知らせお願いしたいですということで、えー、連絡を入れておりますね。はいでまあ、えー、画像付きで一応、えー、運営さんには連絡を入れました。はいなので、まあこれの返答がですね、えー、できればあ本日中に、えー、できればというか本日中に入れてほしいですよね。とか入れてくれないと意味不明。 えですだってフグあの、サポート自体は、えー、365日運営してるって書いてあるんで、本当かどうか分かりませんけども、ちょっと書いてあるので、ここですね、お知らせ。えっ、ー、と、過去のニュースで、2番、ここですね。 はい。年末年始のお問い合わせ対応につきましての下、セガモバイルサポートは年中無休で営業していますというふうに書いてありますので、当然本日も営業しているはずです。えー、1月の4日まで、えー、に、えー、対応できないのはここですね。詳しい調査が必要な場合というふうに書いてありますので、えー、これに関しては対応しているはずなので、えー、と私が送った 内容を確認して担当部署に確認したら終わりですね。あとはそれが不具合なら不具合というふうにすぐにお知らせが入るはずです。はいで、えー、とまあ、できれば本日中の返信が、えー、まあ、望ましいかなというふうに思います。 本日中の返信というか、えー、と対応がお知らせとかに、ねえー、入れる入れられない理由というのはないと思いますね。セガのサポート3 6五日やっているということで、えー、メールは朝早くに送っていますので、本日中に必ず対応があると思います。えー、でですね、まああのー、大場目アを思い出しますね、えー。去年でしたかね、年末のオバメアン事件。 思い出しますよね。本当に同じような時期ですし。はいで、まあ、あの時も、えー、最初お知らせ対応なかったんですよね。あのあ,ありましたけど、確か先に個別対応のメ,ッセメールの方が早かったと思うんで、今回もですね、もしあの私の方に、えー、セガさんの方から返答がありましたら、えー、すぐに皆さんにシェアしたいというふうに思いますので、お待ちください。 でですね、まああの、本当に本日中に返信がなかったときは、多分かなり僕はメンタル的に来ると思います。えーまあ、当然ですけども、あのゲームですけど、まあその、ただのゲームではなくて、やっぱり、えー、収益を取って、うん、大きな収益を取って、ねえー、運営している、うんえー、こういった。 ゲームですので特に今,今月に関してはねガチ勢に関してはかなり相当長くの えー、課金をしていいるゲームだと思いますで特に、えー、そういうオーナーさんであればあるほど、えー、ここの集会のところは気になっていると思いますので、えー、当然ですねすぐに対応してくれるんだろうというふうに思っておりますはいということで、えー、と今日はちょっと朝一から、えー、この問題について今行動してますので、えー、ということでみんなにシェアをさせていただきましたはいそれでは、えーまあ、返答が来たらすぐにシェアしますので お待ちください。それではまた。